スペインでの言語分布スペインでは様々な土着の言語が話されておりカスティーリャ語またはスペイン語はスペイン全土の公用語でありスペインのほぼすべての自治州において最も母語話者の多い言語である一方スペインを構成する17の自治州のうちの6自治州においてはカスティーリャ語と並んで別の言語が公用語となっているこれらの自治州に居住する人々にとって カスティーリャ語と他の言語との間での様々な程度及び様々なコミュニケーション状況における二言語併用主義は日常的な出来事である。2005年に実施された言語調査によるとスペインの人口の89%がカスティーリャ語を母語としており9%がカタルーニャ語あるいはバレンシア語を5%がガリシア語を1%がバスク語を母語とし 3%のものがそれら以外の外国語を母語としている。スペインで話されている土着語のうち孤立言語であるバスク語を除くすべてはインドヨーロッパ語族に属するロマンス語の回グループのイベロロマンス語に属する言語である。カスティーリャ語、またはスペイン語は全スペインにおける唯一の言語であり、スペインの住民の大多数の日常語であり、母語である。また、スペインは コロンビアと並んで、メキシコ、アメリカ合衆国に次いで、世界第3位のスペイン語人口を持つ。カスティーリャ語は、アスティリアス州、カンタブリア州、ラリオハ州、アラゴン州、カスティーリアイレオン州、マドリード州、カスティーリア・ラマンチャ州、エストレマドゥーラ州、アンダルシーア州、カナリア諸島州、ムルシア州、そしてセウタとメリージャ、その上、 ナバーラ州の大部分とバレンシア州の内陸部のいくつかのコマルカにおいて唯一の公用語の地位にある。また、カタルーニャ州、バラーアース諸島州、バレンシア州の沿岸部、ガリシア州、バスク州、バク州ナバーラ州のバスク語地域など修行用語として、カスティーリャ語以外の言語が使われる地域においても修行用語とともに公用語の地位にある。カスティーリャ語は、 ガリシア州を除くすべての二言語併用州において、そこの住民の過半数以上の母語であり、家庭での日常使用言語となっている。このカスティーリア語の優位性は中世にすでに始まっていた。レコンキスタの過程でカスティーリア王国が誕生し、やがてレオン王国やガリシア王国の半島も、その勢力下に統合し、イベリア半島において政治的、文化的、 経済的に多圧投し始めた。その結果、カステーリアの文化的維新が高まり、もともとは、カステーリアのブルゴス周辺の言語に過ぎなかった。カステーリア語が、当時ナバーラ・アラゴン語と呼ばれた言語の話されていた、アラゴン連合王国やナバーラ王国の半島において、さえも、16世紀から17世紀にかけて補助的な言語として使用されるようになった。また20世紀後半には、 国内の人口移動がかつてなく激しくなり、そうするとカスティーリア語の共通語的性格もあったことにより、この優位性は国内の隅々にまで広がっていった。カタルーニャ語はカスティーリア語と共にカタルーニャ州、バラース諸島州の州行用語であり、同様にバレンシア語であるもカスティーリア語と共にバレンシア州の州行用語とされる。バレンシア州のバレンシア語。 カスティーリア語にことご地域ガリシア語を大一言語とする和社分布、色の濃い地域が割合が高いガリシア語はガリシア自治州においてカスティーリア語と共に公用語となっているガリシア語は中世において同一の言語共同体を形成していたポルトガル語と共にカスティーリア語と同様にイベロロマンス語を構成する事実一部の少数派はポルトガル語との間に際が あるにもかかわらず、今日においてもポルトガル語との一体性を保持しようとしている。ガリシア語は南北の帯状の3つの主要な地域編集ブロックに分けられ、また各ブロックはその内部に改編集地域を持つ。ガリシア州ではガリシア語が人口の52.0%の人々の母語となっており、カスティーリア語は30.1%の人の、そして16.3%の人は、 両言語を母語とする。また、61.2%の住民は日常的にカスティーリア語よりもガリシア語を使用し、一方38.3%の人はカスティーリア語を日常的に使用する。また、都市部ではカスティーリア語が多く話され、ガリシア語は農村、漁村、山間部などで多く話される。バスク語はバスク州と、 ナバーラ州の北部の州のおよそ3分の1の広さの地域でカスティーリア語と共に公用語の地位にある。また、バスク語自体は6地域編集、ユスコキックに分けられ、中央部に位置する地域編集群をもとに共通バスク語が制定された。ナバーラ州とバスク州でのバスク語会は能力分布、まとめると、バスク語はおよそ27万人のスペイン国民によって、家庭内での主要言語となっており、 十二万人のスペイン国民がバスク語とカスティーリャ語を家庭内で同じように使用している。バルダランの自治体アラン語はその地域の公用語で二千六年の新カタルーニャ自治検証によって全カタルーニャにおける公用語となった。二千一年の言語調査によればバルダランでは人口の三十八八点七パーセントがカスティーリャ語を母語とし三十四点一九パーセントが アラン語を19.45%がカタルーニャ語を母語とする。アラン語を母語とする者はおよそ2800人で、これはスペインの総人口の0.007%に当たる。イベリア半島での言語分布の歴史。かつては半島北部に西からガリシア語、ポルトガル語、レオン語、カスティーリャ語、バスク語、アラゴン語、カタルーニャ語があり、バスク語以外は レコンキスタと共に半島の南部へ向けて大上に広がっていったが、レコンキスタ語はカタルーニャ語の勢力が強まっていったアラゴン語、アステリアスレオン語はロマンス語に属する言語でスペイン内の少数言語として現在も話されており、両言語は20世紀末にユネスコによって消滅の危機に貧する言語に指定された。両言語はそれぞれの地方で認知されており、アラゴン語は アラゴン州では、アラゴン言語法、アラゴン固有のオリジナルな歴史的な言語とされるアストリアスレオン語については、アストリアス州では、アストリアス語は法律によって規定され、カスティーリアイレオン州では1983年の実習検証によって、レオン語は同州における言語的資産の一つであるとされた。アラゴン州における言語分布とアラゴン語の地域編集アラゴン語は伝統的。 非公式的には、ファブラと呼ばれており、中世には、ナバーラ・アラゴン語と呼ばれ、ナバーラ王国、アラゴン王国、バレンシア王国などにおいて話されていた。現在では、アラゴン州のピレンレー山脈の谷間と、カスティーリア語の強い影響にさらされている地域変種がウエスカの南に広がっているに過ぎない。二十世紀末頃からこの言語を守るために、各地にアラゴン語防衛協会が設立され、 言語促進活動が活発に行われ、現在いくつか存在するアラゴン語聖書法を統一的なものにする動きや、アルトアラゴン地方での公用語化の動きなどもある。現在アラゴン語を基範化している団体としては、アラゴン語アカデミーとアラゴンファブラ審議会が有力で、他にはアラゴン言語協会がある。現在、2011年5月に設立されたアラゴン言語アカデミーによって、 統一聖書法作成作業が進められており、近い将来同アカデミーによって公式な聖書法が定められる予定となっている。2009年のアラゴン言語法によると、アラゴン語とカタルーニャ語は、アラゴン州における起源的、歴史的な固有言語であると規定されている。同言語法にはこれらの言語についての公用語性については明確には規定していないが、1999年の アラゴン文化財法によれば同言語法によって公用語性が準備されるとある。現在アラゴン語はおよそ1万2千人の人々によって話されているとされる。アラゴン語の地域編集には以下のものがある。アストリアス・レオン語の文布。アストリアス・レオン語の内アストリアス州で話されるものはアストリアス語、または伝統的にはバブレと呼ばれ、レオン地方のレオン県とサモーラ県で話されるものは レオン語、そして、ポルトガルのミランダドウ路地域で話されるものは、ミランダ語と呼ばれる。また、研究者によっては、カンタブリア州と、サラマンカ県南部から、エストレマデューラ州にかけてのカスティーリャ語イコール、アスティリアス語かと地域で話される言語は、アスティリアスレオン語に属す言語で、それぞれ、カンタブリア語と、エストレマデューラ語と呼んでいる。アスティリアス州においては、 その使用は法令によって規定されており、語彙と文法はアステリアス言語アカデミーによって定められている。しかしながら他の使用地域には拘束力は及んでいない。カスティーリアイレオン州では新しい州憲章でレオン語は同州の言語資産の一部を構成するとされ、公的な機関による保護並びに促進の対象とされるであろうことが規定された。 ミランダにおいてはポルトガル語に準ずる形で聖書法が定められ、これらのアストリアスレオン語のうちで唯一公用語の地位を獲得している。アストリアスレオン語には様々な地域編集が認められるが、大きく3つの回グループに分けられる。西部編集はアストリアス州、レオン県、サナブリア、そしてポルトガルのミランダ地域中部編集はアストリアス州の大部分で、 この地域の言葉をもとに、アストゥリアス語の規範が作られている、そして、東部編集。アストゥリアス州ではいくつかの民間団体と一部の政治家によって提案されている、アストゥリアス語の公用語化について議論が沸き起こっている。2003年に実施された調査によると、アストゥリアス州の人口の17.7%が、アストゥリアス語を、20.1%が、アストゥリアス語とカスティーリャ語を、 そして58.6%がカスティーリア語を母語とする。スペイン国民によって話されるその他の言語は、北の社会で話されているカロー語やロマ語の影響を受けたスペイン語のジャーゴン、メリージャで話されているベルベル語の一つ、タマズイグト語、そしてメリージャとセウタでのアラビア語の交互であるモロッコアラビア語などがある。ここでは、言語編集、隣接言語との過渡的連続的地域編集、 および支配的言語地域の中に存在する言語について述べる。スペイン国家内の主要な地域的編集、イベリア半島のイベロロマンス語の言語地図また以上の地域編集間の隣接地帯では、双方の特徴が見られる過渡的編集が見られる。終焉地域で話される言語は、隣接する二つの言語の特徴を合わせ持っていることが知られ、語彙、文法、音音韻。 音声など言語として自立するほどの、それ自身の言語的特徴は、持っていない、1990年代以降スペインに、外国からの移民の大きな波が押し寄せ、いくつかの自治州においては、外来言語アジャの増加が目立ってきている。スペイン国立統計局の2006年の調査によれば、総人口の9.68%が、外国籍で、そのうちの34.5%が、 中南米の旧植民地諸国からのもので、スペインの移民の言語では、カスティーリア語が最も高い割合となっている。カスティーリア語に次いで、多い移民の言語は以下である。現在外国語として、まず学ばれているのは英語である。次にフランス語で、そしてドイツ語、イタリア語と続く。1970年代まではフランス語が最も学ばれていたが、その後英語にその地位を譲った。 8歳から多くの学校で英語が必修科目として教えられているし、中学校や高校などでは選択科目としてフランス語を学ぶこともできる。しかしながら、これらの言語をかなりのレベルで習得した人の割合は高くないのが現状である。2005年に行われた調査によると、英語での十分なレベルでの会話能力を有するスペイン人は27%に過ぎず、 フランス語では12%であるとの結果が出た。また、同調査によると、スペイン人の56%が、自身の母語のみでしか会話ができないという結果が出ており、残りの44%が、母語以外の言語の会話能力を有し、母語以外に二言語以上の会話能力を有するものは17%であるという結果が出た。この母語以外の言語の会話能力のデータには、母語として、 カスティーリア語を母語とするものが、ガリシア語あるいは、カタルーニア語での会話能力を有する場合、あるいはその逆の場合なども含まれることに注意が必要である。現在のスペイン国家の領域において、過去に話されていたが、現在主語となった言語。ローマ化以前の言語で、現在も引き続き話されていると考えられている。言語は、唯一バスク語で、この地にラテン語がもたらされて、 以下の言語が消滅した、紀元前300年以前に、イベリア半島で話されていた、言語中世には、後に、領域内の多数派言語に同化された結果消滅した、いくつかの言語が話されていた。現在スペインでは話されていない以下の言語は、かつて、スペインで話されていた言語から直接派生したものと、言える。ありがとうございます。